めちゃくちゃ。こんにちは。今日はタンパク質についてお話しします。タンパク質が筋肉の成分であることは皆さんご存知のことと思います。その筋肉の機能は運動時に体を動かすだけではなく、血液循環、そして心臓を動かすため、また免疫を高める物質を出して他の臓器とも関わっているとされています。ではタンパク質が足りないとどうなるのか。まずもちろんですが、体作りがうまくいかない、そして怪我をしやすい、怪我の回復が遅くなる、そして体調を崩しやすくなる、この3つが挙げられます。ではタンパク質を1日にどれくらい摂ればいいのか。健康的な生活を送るためには、体重 1kg あたり 1g のタンパク質を摂取することが必要だとされています。そして激しい運動をするアスリートは、体重 1kg あたり 2g のタンパク質を摂ることが必要だとされています。僕の体重が 60kg なので、アスリートの値で計算するとタンパク質を1日に 120g 摂取する必要があります。そこで毎日どのような食事をとれば 120g のタンパク質が摂取できるのか、簡単に計算してみました。まず朝食で納豆1パック、これがタンパク質大体 10g、 そしてアジの干物、これが大体 20g、朝で合計して 30g のタンパク質を摂ります。そして昼に唐揚げ定食、唐揚げが6つ入ってるとして、だいたい 30g のタンパク質を摂取することができます。これで朝昼合わせて 60g です。最後に夜晩ご飯に 300g の牛ステーキを食べます。これで60g のタンパク質を摂取することができます。この食事で1日 120g のタンパク質を摂取することができました。でも毎日牛ステーキなんて食べられない、そんな時に出会ったのがこの明治ホエイプロテイン100でした。そんな時に出会ったのがこちら、明治ザバスホエイプロテイン100でした。こちらセットで付いているスプーンを3杯、それを水でかき混ぜて飲むだけでタンパク質が 21g を摂ることができるんです。さらにこちら見てください。ビタミン B 群、そしてビタミン C が配合されています。ビタミンの働きは以前動画でもお話ししましたが、エネルギーを作るために必要な成分になります。それがこのプロテインを飲むだけで摂取できてしまうんです。でもプロテインまずいじゃんっていうそこのあなた、この明治ザバスホエイプロテイン100は違います。ではこのシェイカーを使って実際に飲んでみます。
かりと蓋を閉めて振っていきます。いい音ですね。そしたら一気に飲んでいきたいと思います。これココア味ですね。めちゃくちゃ美味しいです。皆さんもぜひこのザバスホエイプロテイン100飲んでみてください。今日は動画ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。案件待ってます。ちなみに消化する際に必要なエネルギーが成分によって違います。糖質と脂質は 7% が消化するためのエネルギーとして使われます。タンパク質は 30% 摂取したエネルギーの3割が消化するためのエネルギーとして使われます。つまり高タンパクな食事はダイエットの助けになるでしょう。今日は動画ご視聴ありがとうございました。